ー、でもこの間のガーシーとの対談でもうガーシーがすっげえ暴露してんだよ、うん、有料でやったやつ。もう今だってほらパパ活が今炎上してんしてる。ここで一つ佐野稲子さんについてどう思う。下世話な話、ね、ガーシーの話です。あいやでもこの間のガーシーとの対談でもうガーシーがすっげえ暴露してたよ、うん、有料でやったやつ。ここで一つ佐野稲子さんについてどう思う。下世話な話、ね、ガーシーの話です。あー有名な、だって俺は麻雀仲間だから、ね、そうなの。佐野稲子麻雀打てるんです。おっさん消しそうです、ね、うまいうまいうまいよ。結構おっさん、まあまあ、まあまあうまい。麻雀とかゴルフとか好きな女子ってなんか僕そういうすごいなんかおっさん票。乃木坂辞めて例えば麻雀ジャンソ開いた人いるんですよ。中田香奈さんって言うんですけど、あちゃんとプロのライセンスも取ったんですよ。知ってる知ってるその人、うん、ちゃんとライセンスも取ってるからガチなんで、それはそこら辺で、まあ、舐めんなよって言われるからちゃんと手順踏んだなと思ってるんですけど、うん、小麦のどれって今どれぐらいになってるんですか。北海道の大気町っていう、はい、僕のあのロケットを打ち上げてる、はいはいはい、人口5000人ちょっとの、まあ、町があって、はい、そこで作りました。それもなんか面白いですよね。だからそれって なんでそこで最初スタートしたの。最初は長崎県の五島列島に、はい、これ2年前に行ったのよ。福江島っていう、はい、あの、川口春奈ちゃんの出身地。はいはいはい。お母さんがスナックに知らねえわ。何すかその。お母さん、いや、お母さん結構美人。いや、行きますわ、スナック行ったら、はいはい。あ、美人ですね。はいはい、はい。なんか向こうの、そのお母さんが、はいはい、うわ、ホリエモン来たとなって。たまたま行ったんすか。そう。たまたま行ったら川口春奈ちゃんのお母さんのスナックだったんですか。いや、なんか知り合いがいて。はいはい。そのお母さんのスナック行くよって言ったら、うん、行ったら、はい、うわぁ、堀山さん来たってなって、はい、いきなりなんか娘に電話かけられて、今、堀山さんいた来られてって言われて、あ、始めました。いやいや、絶対盛り上がらないじゃないですか。そんな電話。もう今だってほら、パパ活が今炎上してるの知ってる？面白い。パパ活ってさ、何千万も稼いでるやついるわけですよ。はい。それを、納税してないやつ。納税してないやつが、はい、今、あの、パトっていうね。はい。業界最大手、プラットフォームの最大手とか、はい、あれは、パパ活っていうよりあれだね。キャバ嬢の派遣みたいな。まあ、ガールズバーの派遣版みたいなやつなんだけど、そこにあの、税務調査入って、で、それでもう、ああ、税務調査入ったんだ、これはやばいねっていう。でもそこで何千万単位で稼いでる、贅沢してる女子たちが今、うん、青い顔になってるというか。だからまあ、さすがに在宅起訴とかまではいかない、起訴まではいかないと思いますけど、相当追徴されると思いますね。うん、まあ、だから俺ね、なんか、寿司会っていうのやってて、そこに結構来るんですよ。いや、そうですよね。だからなんか一緒に写真に収まって、うん、その写真をネタに、僕は、私はこんなに堀さんでこうなんですって言って。ね、でもあれはね、もう寿司会だってみんなわかるから、うんうん、もうそれはダメなんですよ。うん、だからやっぱなんか自然な形で港区のなんか変な飲み屋とかで写真を撮らなきゃいけないんだけど、それはもう絶対拒否するんで、はい、俺は昔あの情報商材の手先の女に20代中盤ぐらいのまあ可愛い子なんだけど、写真撮ってくださいって言われて、さすがになんか悪用されねえだろうと思ったら、本当に情報商材の手先になってる。俺が。あと、グレーゾーンですとかって言ってるやつやばい。グレーゾーンを結構攻めてるやつってのは結構多いよって話ですね。健全な意味でグレーゾーンを攻めるのと、うん、本当にアウトなの。いや、健全もクソもないです。いや、そうなんですよ。グレーはダメと。結構みんなグレーゾーン攻めてて怖い。地方活性化コンサルタントみたいにやってる人も、そういうところを攻めたりとかしてる人もいるよね、たまにね。うん。だからそこは危ないなっていう。絶対、白なところだけをやってみてください。はい。はい。いわゆる中小企業地方回ってるような、ちょっと先生って言われてるような、はいはいはい、コンサル担当おじさんって結構いると思うんですけど、はい。怪しいコンサルの見抜き方みたいなのってあります、森さん。怪しいコンサルの見抜き方は、まず、最近の一番簡単な見分け方は、ここに SDGs の、バッジをつけてるやつ。これはね、申し訳ないけど、まともな方もいらっしゃるかもしれないが、俺的な統計データで言うと、かなりやばいです。それは全員の抜けてるやつなのか、分かっててやったら確信犯の詐欺師っぽい人がどっち？いや、多分分かっててやってる人が多いと思います。まあ、詐欺師とまでは言わないか、割となんか、うわ、こいつやっべえなってやつが、俺はあのマークをつけてると、まああんまり信用しない。あの、この人と僕が金をいっぱい払うようなビジネスはしたくないなとか、はい、俺は思っちゃう。あれは結構芸能界の周りにいる、なんか何やって稼いでんのかよくわかんないみたいな社長さんとかがあれは多いよね。あとは一緒それは俺の印象だよ、それは。いや、だけど、
まあ、一番見分けやすいのは、あの SDGs マークだな。まあ、別に全員が悪いとか、そういうの言ってるわけじゃないけど、なんかうさんくさいんだよね。だから、わかんないよ。わかんないし、なんかそのうさんくさいことやってても、表面化しないかもしれないけど、あ、これ表面化してないだけなんじゃねえのとか、まあ、俺は思っちゃうし、俺は絶対あれはつけたくない。だから、逆に、怪しそうに、ってか、一見なんか、こう炎上したりとかしてる人の方が信用できんじゃない？あと、スリーピースのスーツとかね。はいはいはい、で、別にディスってるわけじゃないけど、スリーピースのストライプとかは、なんかいるよね。地方の、ちょっと外資系の保険屋みたいなの、なんか、コンサルっぽい人とか、あんまり俺は、苦手。俺が苦手なだけね。うん。みんなが悪いって言ってるわけじゃないよ。だから、営業マンとしては、ある意味すごいかもしれない。エクシアってご存知ですか？ああ。あの燃えてるやつ。あれはだってもう明らかに。明らかになんですよ。いやもう。明らかになんですけど、案外バレるまで年単位の時間かかったなと思って。まあまあ、元本保証とか言ってたら、それは基本的にダメだから。キャバ嬢まで炎上してるのが欲しいですよ。あそこの社長が入れ上げてたキャバ嬢まで今燃えてるらしいんですよ。それは燃えて当然だろう。いや、そうですね。ちょっと。